マイタン TV。 こんにちは、チョンの舞です。今日も坂本真理ちゃんと一緒にコラボ企画行っていきます。よろしくお願いします。今日のテーマはね、みんな多くの人 99% の人が要望している3つのうち、まあ、1個は海外系だったでしょ、海外移住とか海外旅行とか留学とか、で一番最初に出てくるのはお金だったんですよ、でほとんどの人が月収100万欲しいって言うんですよ。そう、まず最初にどこまで稼ぎたいですかとか言うと、とりあえず月収100万、とりあえずね。でなんでそれが出てくるのかっていうと、キーがいい数字だからだと思うのね。確かに。で今まで100万稼いだことない人が言ってるので、100万あればすごい贅沢ができるんだろうという思ってると思う、っていう感じで100万って言うんですけど、そうですね、じゃあ月収100万って実は可能なのかどうかっていうところなんですけど、月収100万っていうと、まあ、年収1200万円ですか。で年収1000万以上の人っていうのは日本の中で 3.6% しかいないのね。ああ少ないですね、でほとんどが男性なんですよ。で女性に至ってはもう 0.00 何パーセントでほとんどいないのね、の中で、まあ、月収100万以上ある希少価値のある我々が100万どのように作るかという話を、100万作れるのかどうかっていうぶっちゃけ話を、していきたいんですけど、私は一番最初100万稼いだのはね、普通に予備校講師でした。ああ、もうじゃあそれアルバイトじゃなくてお仕事として、アルバイトじゃなくてもう大学卒業してすぐ就職しなかったから、予備校講師になってね、数学教えてた、それなんかあれですか、歩合制、歩合制っていうか最初は時給6000円からスタートで、あとは生徒アンケートで、アンケートとかが上がったり生徒の偏差値の平均が上がったりすると時給が上がってくる。おーすごい、すごくいいバイトですよね、割と。そうだからあの実力主義、だから実力さえあれば頑張れば時給上がるんですよ。で時給6000円で最初はそんなにコマももらえないから、月収は20万ぐらいだね、やっぱりスタートは。でスタート20万なんだけど、アンケート生徒アンケートが良かったので、私は3ヶ月後に時給1万8000円になって、すごい、もうフルマックスでコマ入れられちゃって、で月収がね200万弱になったかな。すごいですね。10倍だったんですよ。まあ、でもその代わりすごく忙しかったでしょ。忙しかった。だってもうずっとね授業出なきゃならないですもんね、しゃべらなきゃならない。でね予備校って、マイクがあるクラスもあるんだけど、結構マイクがないところもあって、じゃあもう声を張って、結構広いんだよ、一番大きくて400人クラスとかもある。広い、だからねすごい疲れる。あもう喉が潰れそうですね、もう喉を潰れそうだし、ずっと立ってるから足は疲れるし、これじゃあなんかいらっしゃいませとか言ってる販売員のね、方と同じぐらい疲れるなと思って、まあね、お給料多くても非常にこう肉体的に負担が多かったと。そうだからね、これ続けられないなと思った。まりちゃんは最初に100万いったのは何ですか。100万いったのは、あれですね、法人に、まあ、サラリーマンの後法人になって、法人契約で、テレビ通販の仕事をしている時ですね、やっぱりそれはある程度売り上げで、そうなんですよ、テレビ通販の方で売り上げの歩合で、フリーが入るっていう仕事をしてたので、やっぱりその歩合だよね。そうなんですよ、やっぱりテレビ通販って1時間に売る金額がすごく高いんですね、4000万とか5000万とか、その何パーみたいにしてもらうので、あの時は結構いただいてましたね。つまり成果報酬でしょ。そうですそうです。で私もその予備校は一応成果によって時給は変わるけど、結局時給なんですよ。そうなんですよね。でその後ウェブデザイナーでも月200万ぐらいはやっぱり稼げたね、在宅で、だけどこれも1個やったらいくら、1個取ったらいくらみたいな、1個ウェブサイト作ったら30万だよとかね、そういう感じだったのね、で、まあ、仕事が早いとか、評判がいいとかで仕事はいっぱい来るんだけど、やっぱり忙しいんですよ。確かに、ね、人気が出れば出るほど忙しいっていう仕事ですよね、これも。そうそうそう、だから結局予備校と一緒、座ってて疲れないっていうだけ、声が張り上げなくなってるだけで、あ一緒だなと思って、でその後、やったのがインターネットビジネス、アフィリエイト、アフィリエイトでもやっぱり月100万はね、半年ぐらいで超えた。さすがですね。で私はやっぱり舞さんにそのインターネットの、アフィリエイトを教わって、最初はね
あの30万とか50万とかっていうのが、優秀な生徒だったかね。そうそう、まあ一応頑張ってもうついてってたんで、それぐらいが結構続きましたね。でやっぱりアフィリエイトで100いくってなったのは、まああのインタビュアーとかをしだした頃、あそこからがある程度取れるようになりましたね。ブランディングができるような、はい、なんか有名になってきた、はい、まあ、そうですね、多分あの SNS を使って、うん、あの時は Facebook とかを使って、うん、ある程度こう自分がどんどん発信をしていって、うん、認知されるようになって、うん、でそれで、まあ、インターネットの、その、うん、あの、なんですか、あ、インタビュアーとかを出るようになって、うん、さらに認知が上がって、うん、まあ、アフィリエイトで稼げるようになったっていうような、うん、そうだよね、そのタイミングでした ね、 ね、あのインターネットビジネスでも、はい、顔出しとかもブランディングとかも全くしないで、うん、本当に実力だけでやる、うん、そのサイトアフィリみたいなありますねやつ、はい、最初私はそれをやってた。あ、なんか、うん、でも顔出しいざしてると、うん、そっちの方がいいなって思ったりしますよね。で顔出しもあのするようになったのもその後で、うん、でも それまでは何も、ね、うん、顔出すところがないから、あ、確かに確かに、うん、とひたすらサイト作ってた、うんうん、でその時も結構行ったんですよ、はい、あの最高でね、サイトアフィリはね、月収850万まで行った。すごいですね。だから行ったんだけど、うん、その顔出ししてブランディングした時の威力と比べると、うん、やっぱ全然違うんですよね、うん、あ、そうだよね、うん、やっぱり信用度、もちろんリスクもあるよ、あの、うん、いろいろね、リスクもあるけども、うん、やっぱブランディングなんですよね、うん、で結局インターネットで月100万稼ぎたいっていう人たちがどこまで覚悟があるのかっていうところだと思うね、うんうん、そんなたった 3.6% しかいないんですよ、うん、でその 3.6% の内訳は、うん、超一流大学を出ている人か医者か、うん、会計士か弁護士なんですよ。あ、修行の人がね、うん、多いですね。つまりみんな頭いい人たちだね、うん、確かに。そうじゃない普通の人が1000万以上、うん、つまり月100万以上取りに行くっていうのは、はい、覚悟がやっぱいるんですよ。みんなと同じことしてちゃダメですね。そうそうそう、そのなんていうの、覚悟が顔出しもしてブランディングしていくっていうところなんか一つなんじゃないかなって思うんだけど、結局インターネットビジネスで稼ぐのってブランディングとリスト取りなんですよ。あ、確かに、ね、ずっとね言って、私言ってたよね。そうです、もうそれを3ヶ月間毎日毎日その話を聞きました、ね、うんうん、結局ブランディングとリスト取りのこの2点ができたら稼げるんですよ、うんうん、で月収100万どころか1000万とかでも稼げるの、はい、だから月100万欲しいなっていう人は、うん、ブランディングとリスト取りっていうこの2点にも集中すべきだと思う。それはもう今 の、 あのいろいろ例えば SNS も Facebook が流行ったり、うん、インスタが流行ったりっていろいろあるじゃないですか、うん、それでも同じってことですね。同じ同じ、 Facebook だろうと、うん、ミクシーだろうと、うん、インスタだろうと Twitter だろうと何でも同じ、うん、何でも同じ、とにかく有名になったら稼げるんですよ、うん、はいはいはい、で有名になっただけじゃダメで、今度有名になったらそこからリストを取っていく、うん、リストっていうのはLINE アットに登録してもらうとか、うん、メールアドレスをいただくとか、はいはい、そういうことね、直接ダイレクトに自分のメッセージが届くようなシステムを作るってことですよね。この2つができたら月収100万なんてすぐだよね、うん、確かにね、はい、あの、あっという間に超えたでしょ。超えました、うん、はい、でそこがなかなかできてないうちはそういう30万から50万を、うん、そうなんですよ、行ったり来たりみたいなね。だけどブランディングさえできてしまえば、うん、リストがバンって入ってくるから、うん、だからねこういう感じでヒュッて、そうですね、本当にあのよくビジネスでみんなそうだよってこう曲線でグーって、うん、あれなんですよ全く、ね、ある日境にゴーッとこう稼げる。だからまずは、はい、その顔出しして、うん、顔出ししたらね少なからず絶対叩かれる、うん、ああまあね、うん、アンチも出ますよね。っていうかまあなんか生意気だとかいろいろ娘とか、うん、ババアメとかいろいろ言われるんですよ、うん、だけどそこをあえてやる覚悟があるかどうか、うん、どうせだって叩いてくる人なんて分かってない嘘ばっかりなんだから、そう顔出ししないですもんね、うん、大体そう叩いてくる人は顔出しも名前も出さないで、うん、卑怯なことしてるだけなんですから、そこはもう気にしないで、うん、自分は自分の信念貫くって覚悟があるかどうか ね、 そ、 うね、その覚悟があれば月100万は稼げます、インターネット使えば、はい、そう思います私も、ね、うん、実際そうやって ねみんな来てますんで、そうそうそう、はいね、だからあなたももし月100万稼ぎたいと思っているんであれば、はい、まあ、ブランディングとリスト取りというのを意識して、はい、ぜひやってみてください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。他にもインスタやツイッターやってますので、ぜひ登録してください。ご視聴ありがとうございました。